琵琶湖の全日本ということで、何レースあるかも分かんないし、風がどういう風が吹くかも全く予想つかないんですけど、なんていうのかな、確実にこうシングルをスコアリングできるようなレース運びをして、で、まあ、結果的に上位に残れたらいいなっていうような、気持ちでですね、臨めば結果はついてくるのかなっていうふうに思ってます。当初はこの全日本は中村と組む予定はなかったんですけど、この前にあった全日本の、メルジェス20の全日本、が終わってですね、で、まあ、帰りの車の中でワンデザインのレースを中村ももう一度経験して、なんていうのかな、ずっとワンデザインのレースをしてなかったので、一回ちょっとトライしてみたいという話もありましたし、僕としても、ポルトガルの世界選手権、あとどこだ、サンディエゴの世界選手権、中村と組んで非常にいいフィーリングというか、まあ、昔から長い時間一緒に過ごしてますので、今回もですね、いいレースができるんじゃないかということと、お互い勉強になるんじゃないかということで、急遽ですけど慶応の小野木君という子に代わってですね、中村が乗ることになったというのが経緯ですね。そうですね、優勝したいですが、まあ、コンディションがコンディションなんで、そういう意気込んだレースをしちゃうとですね、大変なことになりますんで、しっかりスコアリングレース、スコアリングするレースをして、最終的には一番上にいたいっていうのは、それはどのレースでもそういうふうに思ってます。はい、また終わって優勝に行ってください。ありがとうございます。はい、恥ずかしくないレースができるように頑張ります。ありがとうございます。はい。